はい、どうも皆さんこんにちは、リトマ兄弟のアリトマです。ということでね、本日はこちら第五神格の方でね、ハンターマルチをですね、はい、やっていこうと思います。それじゃあね、早速やっていきましょう。うん、あのね、この多分ね、この第五神格、まあこのこれまでね、まあサバイバー、まあ何戦かやってるんですけど、まあハンターやるのはね、まあこれでか多分初めてじゃないかな、うん、実戦は。はい、それじゃあね、早速やっていきましょう。マップはね、まあ軍需工場とね、行ったところで、いやー、はい、皆さんちょっと最近のね、第五神格ってどうですか。突然ですけどね、サバイバー環境とかハンター環境ってね、まあ今ね、あの、まあ、いろいろとね、まあそのささやかれてる、まあわけじゃないですか。でも、私、やっぱりそのね、どうしてもそのサバイバーなんか重視でやってるんで、まあなんか何とも言えないんですが、このね、やっぱりその使い慣れたキャラを使うことがね、まあこの勝利へのこの第一条件だと、まあ私はね思ってはいるんですよ、ね、でやっぱりそうなると、でやっぱりそのそうなるとどうしてもあのね、勝てない時っていうのがあるんですか。やっぱでもそういうなってもそのサバイバーを恨んじゃなんかダメだと思うんですよね、うん、確かにあの、まあ、勝てないっていうのはまあなんか確かあのなんかまあすいません、ちょっと集中してたんで、はい、ちょっとね、まあ、半ばなんかまあ不利な、まあ、マッチングみたいなね、まあ、ものもたまにあるとは思うんですけど、ね、でもやっぱりさ、そういうのになんか頼らずそのね、そのマッチングにその頼らずにやっぱその勝つっていうことがね、まあ、大事だと思うんですよ、うん、もう本当にもうこれもう一回言ったっていうことでね、まあ間に合ったということなんですが、でもちょっとあの私多分これ単行ね即救助じゃないかなっていうふうにね、まあ一応まあ睨んではいるんですよね。そう、あのこういうふうにちょっとこういうふうにやっぱりその大事にしてさばいていい、まあ、そのこうやってこそね、そうなんだ、さあさあさあダウンを取っていきますよ。でこの医師の人にもまあ一応ね、まあ、即、まあ、ぶっ飛ばしてしまうと。でこれでね、まあ終わりました。でこれ鬼没か、まあ、瞬間か、まあこれ悩むんですけど、まあ一応まあこれ瞬間、ああやっちゃったあーねー、ちょっとやっちゃったな。まあ、まあ、多分ここら辺にいるんじゃないですか。あー、いませんでした。あーやばいやばい、うん、あのこういうね、この、まあ、無駄のお散歩時間っていうのもまあなせればいいかな。どうなんで今このサバイバーが今どこにいるかなんですが、多分予想的にこっちら辺にいるんじゃないか。さあさあさあ、耳鳴りはする、耳鳴り、あはいましたね。いや、石かなるべく置いたくないって、なるべく置いたくないですね、うん、石はやっぱり回復が強いんだはい、ということでね、まあこれワンダメは入りそうですね、石さんに、うん、はい、まあラッキーということでね。そう、やっぱこういうのいいよね、あの湿気でなんかそのプラスなんかおまけでなんかダウンさせましたみたいなね、そういうのがいいんです。はい、ということでね、そう、こういう風にこの囲ってあげることによってそのこれがね、うん、まあまあまあ、あ、いた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 痛いね、ちょっと待って、何をしてんだこれ。まあいいや、少女でもまあいいですかね。はい、そう、こういう風にその、まあ、この1人飛ばした後、まあ、この立ち回りから言えばまずこの勝ちを持っていくためにまあこのまあ一応単行にはまあ警戒しますが、うん、でもまあいないでしょう、さすがに。そこの暗号機を回しているので、ここ多分ぶん投げてさ、こういう風にさ、かばやつって出てくるんじゃない。これでそこの暗号機を解読できないようにしますみたいな風にやるといいんじゃない。
そう、今回しかけはそことそこだったから、多分この救助のあれを待っているはずなんで、まあまあもう少し来るんだけど、さあ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 、いいのかい？うわうまそれ、いいね、うまいですよ。でここでまたですかね、うん、でこれで少女は飛びかな、うん、5割超えましたし、さあ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 、いいよ。あのね、こうやってその湿気をね、まあ、こうやってまあ溜まらせていくことで、あの全てにおいて有利を取る。はい、ということでね、対戦ありがとうございましたと。いやーいいね、うん、ちょっとまあ皆さんにもね、まあ、実は内緒でサバイバーの他にね、まあ、ハンターもまあ練習はしていたんですが、いやいいですね。いや、まさかここまでうまくグレイスね使えるとも思わなかったです。さあさあさあ、はい、じゃあとは、はい、ということでね、4次なんでね、まあじゃあ次の試合ね、早速やっていこうと思います。はい、ということでね、2戦目やっていきます。マップはまあ軍需工場ということで、さあお相手さんが重々長考脳幹画家、うん、だいぶしんどいです。かなりしんどいです。編成的にはもうだるいですね。はい、で、はい、分けます。でここですね。でこの最初のこのね、まあ、猫これ、まあ、なんで飛ばしたかって言えば、まあ、索敵ですので、まあ適当にこうやって、このはいはい、いいんじゃないですか。でここ、さあということで、うん、そう、まずこの逃げる場所を限定させちゃえば早いんですよ。さあ、でこの板ポジ、ここに行かせないようにしちゃう。さあさあ、あ、待ってすいません、ちょっと今攻撃ボタンが外れちゃいましたね。さあまずは1追ですね、まあ、ペース的にはいいんですが、はい、このあとね、呪術師とか画家がまあ来ちゃうんで、はい、なるべくね、このまあまあ寄せやすい椅子に、釣れるか、釣れた、はい、まだ初心者なんで、ね、どうしてもさ、釣れるかどうかがさ、そこいるんであれば、じゃあそこ寄せちゃおうか。はい、どうかな、これかかって引っかかんないか。うまいね、だいぶうまいっす。あ危ない、この 20% のさ通知怖くない？大丈夫これ前だ、なかなかやるじゃん。え、待って、こんなにない、え、こんなに来てんの、ちょっと待って、これはちょっと予想よ。うわー、うまー、この人たち、なかなか興奮ひどい、疲れてます。さあ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 、いいですよ、じゃあ来たまえ。残念と、そうそうそう、興奮ってさ、こういう時にはね使えるから、まあいいんですよね。そう、さあさあ、充電がね、まあ残りわずかなので、ちょっとこれ早めに終わらせたいところ。でそこので、そこ、ここです、ここ押させて、でまあ痛いんですが、そうそうそう、でまずこれ呪い、まあ、止めたくないんで、これはね、うわー、うわー、そう、いらないんだよね、これ。
り1台なんで、まあ、今回はね、まあ、分け狙ってもいいかもしれません。で、これダメインですが、これゲート前待機がね、濃厚なので。はい、今なんかいたな。あー、いたわ。はい、ということで。いや、どうかな、これ足りるかな。いやー、どうだ、これ逃げるかな。さあ、ということでね、まあ、読み勝手は、はい、おりませんでした。さようなら。